何？え、フリーズしてる？ネスのね、奥義があってね、これなんですよね。ネスってこの技あるけどね。お前らわからんか？正直、おめえら試してる。な、本当のスマブラプレイヤーってのはね、この状況分かってなきゃいけないの。逆に悔しいわ、俺。わからんのか、お前らは、と。まあ、もうそろそろ、試合が終わるから。よし。今、壊れてます。僕のこの顔でなんとか、免じていただけませんか？今、PK サンダーアタック当てたっす。でもカス当てだったんで別に死にません。丸々2ストックリードしてます今。相手127なんでもう何しても死にます。よし撃墜。ただこれゲーム31戦目負けたんで、ちょお前ら今頑張ってっから、今頑張ってるでしょ。これでいこう。どんなだよ。よし、これでいくしかねえ。なんで俺がこんなことを。角度ちょっとえぐいっすけど、逆にエモい。漏れて、ああ。で、普通に食う上。はい。降りれねかった。ああ、さすがに。直します。はいよ。はい、外。おら、よっしゃい。極限まで左回しをすることによって今のは成立する。危ない、死ぬ。外行け。漏れろい。これいきます。マルチマグ乾燥だけど、乾燥だけど、おお、なんか後味悪い。はい、はい、なんか今めちゃめちゃ安かったかもしれん。PK ファイヤーコンボ、これでしょう。よいしょ。おらよ、やりたい放題だ。おらよ。やべえ、やりすぎた。これサイマグ解除するのもなんかあるんすよ、あと隙が。なんであんまクッパのブレス吸っちゃいけないっていうのがある。ん、いやー、そういう感じか。危ねえ。さすがにするかも。あぶね。来たね、対戦回数企画もあって。え、ブートキャンプじゃダメかい。いやー、そっちじゃない。いやー、後ろ投げてよかった。おー、でもついクリタのチームでっていうのついたね。だったら別にうちんちでいいけどね、タコフグ。な、3人くらいなら。よいしょ。ほらよ。なんかすごいことになった。すごい、嘘。やだ。何？え、うん、いや、お前の足についてる。どうせ爆発するな。
これ俺が手下さんでもいいだろ。やべやべ嘘。あっちに着いた。さすがにもう行ってくれー。うん、スネークに C4 をつけられた時のマジの正解の対処ってなんだろう。割とみんな器用に避けてる気すんだよな。俺基本ほぼ食らう。対スネークは人とは違う鍛えられ方してるからわからないんだ、みんなのセオリーが。どうして C4 を突っ込んじゃいけないの。みんなおかしいね。対スネークにおいてはサイコパスなんだよな。なんでみんな手榴弾を恐れてるんだろう。スネークサイコパスだからわかんない。怖いものとして認識してない。あ、怖い。C4 怖いわ。みんな遊ぼうよ、手榴弾で。みんなお友達になろうっていうサイコパスキャラ憧れる。やっぱサイコパスランキングで一番あれがかっこいいと思う。よいしょ。うおー、これどうしようどうしよう。いや、まあ多分撃墜するよな。バカて。ああ違うんだ違うんだ。一発で決めたかったんだ俺だって。まあ VIP マッチは別に家でできるからな。え、手術するのはやめました、この辺。手術した方がいいぞ。最高。これこういうのがもっと増えるべきなんだよな、みんなの投稿には。ひどい。ひどい。これもうブルファンゴ退場かよ。そしてもう二度と出てこんやん、ブルファンゴ。あ、出てきた。嘘です、来た。でブルファンゴそう、こういう移動方法しないけどね基本。なるほど、フェードアウトしたと見せかけてね、ずっとここら辺旋回してんのね。まあ、こういうのをもっと増やすべき、みんなの投稿は。おい、なんでブルファンゴ人気リストじゃないんだよ。デュカ新技どうなんの。おーん。最悪や、最悪だ、もう最悪だ、最悪だ、もうこれもう最悪だ。仕込み方だ、仕込んで仕込んでるわ。まず食べるなよ、ヒモヘビを。戦いづれこの戦士。なかなかなんかいいな、新着リスト。地球外知的生命体についてはドレイク方程式ってのがありまして、2年前本で読んだだけなのでうろ覚えっす。宇宙人がいる可能性はかなり高いと思います。深い話してる、みんなの投稿で。めちゃめちゃ宇宙語れるから、みんなの投稿みんなもぜひやってみて。なんか俺結構ダメージ与えたなって思ったら全然 34% しか与えてなかったわ。はい、空母。あー、まあ強すぎる。いで、投げいて、無理だな。なんかお土産もらった、すかしつかみ一生食らう。はい、なんか惜しい。
65。何？ほら。なんか怒れ。よいしょ。痛え。まずい。危ねえ。いやー、こんなん当たるんだ。当たるんじゃない俺。グッ。お願い。全然無理。なんかおおー。すいません。自分でも何が起きたかよく分かってませんでした。